まで借り出されてんのか。ソルジャーが出払っているからよ。人手不足だからな。あんたもタークス。シスネよ。俺ソルジャーのザックスな。ザックス、任務中ではないのか。目的は同じだ。ここを手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ゾン、ザックス、後でね。ジェニス、いや、コピーなのか。アクティベーティング。子供の頃ね、翼があればいいと思ってた。天使みたいな翼。人間に翼があったら、それはモンスターだ。翼は自由になりたい人たちの憧れ。決してモンスターの証じゃない。さすがソルジャー、クラスファーストね。本当に強いわ。ソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからね。これ、さっき助けてくれたお礼よ。じゃあ私、次の仕事に行くわ。ザックスも任務があるんでしょ。ああ、あるある。またどこかで会いましょう。オイル塗ろうか。そんなことはいいんだよ。なんだよこれ。俺また干されてるのか。息抜きもいいんじゃない。もう飽きた。よし、こっちから連絡する。統括ならもういないわよ。ラザード統括は行方不明。オランダに資金提供をしていたのは彼だったの。会社のお金を横領してね。あの統括が？ホランダーを取り調べ中だから、いろいろ分かってくるはずよ。何なんだろうな。ん？みんな何を考えてんだろうな。真実はその人の中にしかない。その真実ですら言葉にした瞬間に疑わしくなってくる。シスネ、ちょっとあっち行ってるよ。今度はエアリス？なんで知ってるんだよ。俺は監視されてるのか？監視されてるのはあの子。彼女は古代種よ。世界でたった一人きりのね。知らなかったの？あいつ何も言わなかったから。世界にたった一人きりか。その通りだな。気をつけろ。ジェネシスコピーだ。ジェネシスコピーだって。アクティベートコンバットモード。ブレッ！
resolved. こいつらまだいたのか。もうジェネシスは。ジェネシスはいるのかもな。はあ？肉体をなくした精神はライフストリームへ帰る。だったらどうよ。星をめぐる精神エネルギー、ジェネシスの精神も今頃は。そのライフストリームからコピーを操ってるってのか？単なる想像だ。さあザックス、休暇終了だ。一緒に来てくれ。ジュノンが何者かに襲撃されている。こりゃひでえ。またジェネシスコピーかよ。好き放題やりやがって。ジュノンには今ホランダーがいる。この襲撃は無関係ではないだろう。まだ終わっちゃいないか。我々は住民を避難させる。お前はホランダーの保護を頼む。俺がホランダーのお守り？敵の排除が先じゃないのか。ホランダーは機密情報を握っている。必ず保護しろとの社長の指令だ。ラザード統括が突然消え、ソルジャーの指揮系統は再編成中。この襲撃はその隙を突かれた形だ。ザックス、ここで動けるのはお前だけだ。ホランダーの保護を頼む。ホランダーはアルジュノン第8層の隔離施設に拘束中よ。上には非常エレベーターで行けるわ。この先の突き当たりよ。ザックス、頼むわね。取り調べはまだ終わっていない。敵に渡すわけにはいかないぞ。ああ、わかった。これからどうすっかな。クラウドがいると無茶もできないし。アンジール、俺どうすりゃいい？よーし、スネ、久しぶりだな。ザックス、逃走中のサンプルってあなただったの？そういうこと。あの実験室で何をされたの？まあ、いろいろとね。なあ、シスネ、俺たちを連れ戻しに来たんだろ？頼む！見逃してくれ！軍なら逃げ切れると思ってたけど、タークス相手じゃさすがにきつい。逃げたいのなら私は。来るな。もし来たら次は本当に。軍もタークスもいる。今動くのは危険だ。今日はここで朝まで休もう。明るくなったら出発だ。ま、気長に行こう。沈め。彼は
確かミブルヘイムであなたと一緒に回収された。どうして来たんだよ。来るなって言っただろ。彼様子がおかしいわ。どうしたの。魔鋼中毒さ。それも重度のな。実験のせいなのね。ああ。おい、ゾン、ターゲットに逃げられたわ。そういうことだからしっかり逃げなさいよ。シスネ、サンキュー。プレゼントがあるわ。私を信じてくれるならどうぞ。まったく行動が安易ね。故郷で待ち伏せされるのは想像できたでしょ。ご両親に会いたかった。悪いかよ、普通のことだろ。そう。まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。俺たち行くわ。気をつけてね。いつも以上に警戒が厳重よ。あなた以外にもこの村に来てる人がいるらしいの。誰？アンジール。そうか。そうか。あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。神羅屋敷から出られたのはあいつのおかげかもしれない。なるほど、目撃情報は本当だったのね。でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。あなたに会いたがっている。それ以外何があるの。いるなら逃げろ。アンジル、タークスが見張ってるぞ。10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る。今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。お袋どうしてる。心配してるわ。こんなことになってしまったらもうお嫁さんに会えないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とっても元気よ。そうか、元気ならいいや。本当。あんたのとこは。私は神羅に育てられたの。なあシスネ、お袋たちの話し相手になってやってくれないか。そうね、よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどな。もう言われたわ。なんて答えたんだよシスネ。それ本名じゃないの。ほらあと5分よ。アンジール、やっぱりアンジール。待ってくれよ。シスネ、軍も動き出した。奴らよりも先に確保しろ。分かってるわ。
軍は加減を知らないもの。生きたままだ。必ずだぞ。お前がザックスの命を救うんだ。もちろん。私の本当の名前まだ教えてないよ。彼ら、頼む。手紙を渡したいんだ。88通もある。